こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのは桜ハイスピード。綺麗なスタートを切りました。サブリナチェリー前に行きそうです。これに続いて KF ネプチューン、その外に桜ハイスピード、オーディン、そのうちに続いています。並んで3番ブレイド勝利、その外から小矢部エース、その外にアマゾンオペラ、セイウンクリーク、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。統計2世安城の手はどのあたりで動くんでしょうか。当選アポロすぐ後ろ、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。もう一度先頭からアナセール先手を取りました。桜ハイスピード、それに続いています。その隣にオーディン、その横にブレイド勝利、このあたりで各馬第1コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアナセール、これに続くのがオーディン、並んで2番丸物世界王、桜ハイスピードすぐ後ろ、その隣に KF ネプチューン、ピンクの帽子、統計2世いい位置につけました。内からはセイウンクリーク、その外から小矢部エース、並んで10番サブリナチェリー、アマゾンオペラ、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアナセール、丸物世界王、ほとんど差がありません。桜ハイスピード、3番手大外からピンクの帽子、統計2世伸びてきた。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。アナセール先頭、統計2世先頭、2番手は丸物世界王、残り 100m、 統計2世先頭、2番手は丸物世界王、統計2世1着、統計2世完勝、統計2世1着、2着はアマゾンオペラ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは統計2世。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。あと 200m、 先頭はバンダイリリック、織姫ナイン必死に追いすがります。バンダイリリック、先頭ハイフレンドバレー、迫るバンダイリリック、先頭だバンダイリリック、バンダイリリック1着、2着にはどうやらハイフレンドバレー、見事に勝ちました。バンダイリリック、ムードスプレンダー敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。